はい、どうも、ウズです。ゲームのチャンピオンは本物のプロレーサーになれるのか。はい、グランツーリスモの映画の公開が間もなくでございます。9月15日からね、公開ということなのでちゃっかりね、グランツーリスモアピールをして、なんか得があるんかわからないんですけど、まあそれはこの後のね、ちょっと私の動画のお楽しみということで、今回はプレイステーション5、PS5 が9月13日、昨日ですね、アップデートされまして、まあ、結構いろいろな機能が追加されたので、ちょっとどんな機能が追加されたのかというのを、動画で簡単にね、まとめ話ということでやっていきたいと思います。まず一つは Chromecast with Google TV、わかるかな、こういったやつね。結構ね、 Chromecast って昔からある端末なんですけれども、まあ、スマートフォンの YouTube とか Netflix、Hulu なんかの映像をテレビにね、映し出してくれるっていうような端末だったんですが、まあ、最近は Android TV ということで、Google TV っていうか、今テレビの中にその機能が入ってしまってるものも多くなってきたので、まあ、使う方が使うような端末なんですけれども、この Chromecast にもリモートプレイが対応したというのが一つ目のアップデートになりますね。まあ、ただテレビに関しては OS が12搭載機器においてとなっているので、まあ、最新版である必要があるのかな。はい、リモートプレイ専用アプリ PS リモートプレイっていうのを利用していただければ、プレイステーション5が部屋になくてもね、違う部屋のテレビとかでプレイすることができるっていう形になりました。私の場合はほとんど iPad の方で、栃木の自宅帰った時なんかはね、プレイステーション5、まあ、やることがあればこれでやってたんですけど、まあここ最近だと FF ぐらいだったかな、もう終わっちゃったから使わないんだけど、はい、まあそういったことができるという。あとはプレイステーション用のアプリがアップデートされるということで、これはまだかな、プレイステーション5でのやり取りと同様に絵文字が使えるようになったり、リアクションかリアクションができたり、あとはパーティーに参加する前にシェアスクリーンのプレビューを見ることができる機能などがアプリの方にも追加される予定ですとなってますので、これちょっと今の時点ではできないってことか。まあ、あとは少し前かな、ベータ版でお披露目されてた機能なんですけども、それも正式に追加されることになって、その中の一つにアシストコントローラーっていうのがあるんですよ。まあ、簡単に言ってしまうと、プレイステーション5のコントローラーを2つあれば、一人がプレイ中にもう一人の人がそのアシストコントローラーって設定したコントローラーで手助けができるって機能ですね。まあ、分かりやすいビジョンで言うと、子供がプレイしてるところでお父さんがじゃあ手伝ってあげようかって入っていくことが容易にできるとか、まあ、友達同士でちょっと面白いから協力プレイしようっていうのもありなのかな。まあ、でね、お互いでミスってちょっと遊ぶっていうのもありだと思うんですけど、そのアシストコントローラーっていう機能がアクセシビリティの項目に追加されたので、それをオンにしとけば使うことが可能になってます。あとは細かいところだと、 PS5 のホーム画面操作においてハプティックフィードバックを有効にするか無効にするかっていうのも選択できるようになりました。まあ、これ試してみたんですけど、まあ、邪魔ってね、感じる方もいるかもしれないんですが、なんかこう操作中にプル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 って触れてくれて、まあ、結構新しい感覚を味わうことができます。ホーム画面操作でね、そういうのができるっていうのは。まあ、ただこちらに関しては、視覚や聴覚障害のある方を触覚を通じてサポートする機能ということなので、まあ一般的にはあまり使わない機能になりますね。はい、そして音関係、今回はここが私的には目玉なんですけれども、ドルビーアトモス機器のサポート、テンペスト 3D オーディオがドルビーアトモス対応の HDMI 機器、まあ、サウンドバーとかテレビのホームシアターセットとかですね、などで楽しめるようになりましたということです。まあ、そのテンペスト 3D オーディオっていう立体的なね、音響があるんですけれども、それを活かすことで、すごいね、音による没入感を得られるというものになりますから、これは環境が構築できる方はたまらないアップデートになるんじゃないでしょうか。そしてこのドルビーアトモスを使った最高の環境というのを、私のこの部屋ではね、ちょっと再現することはできないんですが、ただ近日中に私、このプレイステーション5の新機能、かなりね、いい環境で体験してくることになりましたので、そこの部分は動画でしっかり皆様に私が感じたことっていうのをお伝えできるように映像を撮っていきたいと思います。まあ、この後の話なんですけどね、撮影の方も、はい、そういう話がありますので、まあ、それで今回冒頭言ってたこちら、ちょっとこれ見切れてるね、グランツーリスモの映画がちょっとそこに関係してくるっていう話になりますこれ自分の宣伝ね。まあ、それ以外はソーシャル機能の向上ということで、パーティー機能の UI 向上とか、まあ、フレンドのなんかやり取りとかをね、よりやりやすくなったり、いろいろなことができるようになったっていうのがあるんですけれども、まあ、私はプレイステーション5であんまりパーティープレイってやらないので、まあ、ここの部分はそんな関係ないかな。だからパーティープレイ、ソーシャル機能をよく使う方には、そこの部分もアップデートされたことが多々ありますよという話ですね。あとはゲームヘルプの改善というのも加わっていたんですが、ちょっと私もね、さっき、PS5 を久しぶりに起動して、久しぶりに起動したんですけども、そしたらなんかゲームのガイドがね、なんかだいぶ
分かりやすい位置に分かりやすく大きく項目あったので、ここもアップデートされた内容だったみたいです。ヘルプカードの改善をされたということですね。で、あとこれはね結構役立つ人いるんじゃないかな。プレイステージ5って起動するときに結構派手な音が鳴るんですよ。それをミュートにできる機能がようやく追加されました。まあだからあんまりいないかもしれないけど、家庭の中でねママに内緒でちょっとプレイステージ5やりたいなって時にね、あのポーンって音がね邪魔だった人なんかは、はい、あのこの機能はオフにしとけばいいよね。ミュートね、起動をミュートにできます。そして大容量 M.2SSD に対応したということで、拡張するのに最大容量が 8TB に拡張されました。すごいね、 8TB っていくらすんだい。現状は最大で 4TB ということです。ただ以前私も自分の PS5 を追加でね SSD を入れたんですが、あの対応してる SSD っていうのがありますので、それ入れないとね使えないので、そこのところはご注意ください。あのそこらで売ってるね M.2 の SSD ポンって購入してポチって入れても PS5 では認識しないということがありますので、はい、ここはご注意ください。はい、といったところでしょうか。まあこれだけ話しといてね言うのもなんなんですけどね、プレイステーション5のアップデートなんか別に関係ないよって方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあでもプレイステーション5を使ってる方はかなり満足して使えてると思いますので、その中で今回特に遊びやすくなった要素、あとは音関係ですね、がっちり組む方は本当にがっちり組むと思いますので 3D 音響、はい、ここの部分も注目してプレイステーション5使っていただければと思います。はい、今回はゲーム関連の話をさせていただきましたが、普段からカメラガジェット関係の話も合わせてやっている YouTube チャンネルですので、趣味興味がある方は好みの動画を見ていただければ嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でバイバイ。はい、先ほど言ったプレイステーション5の新しい音響システムの体験なんですけれども、こちらの方をね、まあ、ちょっと横浜の方まで行ってやってくる予定なんですが、はい、まあ、その詳細とかはもちろんその動画を撮りますので、そこでお伝えしたいと思います。まあ、ちょっと Vlog 的にやってこようかな。うん、楽しんで撮ってこようと思います、その日は。まあ、ほぼ1日移動とその撮影で撮られる日に1日になると思いますので、いやー帰りは多分深夜だな。